ね、蹴散らしただけだったね。さらに上か？まあ、とりあえず行けるところまで行こうか。もしかしたら初死亡を見せちゃうかもしんないけど、薬草がないんだもの。薬草が。で、近づいてはいけ、あぶねえ、また落ちたかと思った。マップどうなってる？あー、とりあえずまっすぐ、まだまだまだまっすぐだね。左から迂回しよう。左から迂回ってなんか日本語おかしいよね。登れない。なかなか難しいよな。こうこうこう、違う、こっちこっちで、こうこうこうだ。よし、行けるところまで行くぜー。大きづちは無視。あ、なんかぽいの見えてきた。あれか。ちょっと余計なダメージはやめてね。余計なダメージは食いたくないんだ。慎重にやればいける。慎重にね。あるじゃん、ここか。すげえ、城だ。あー、しまった、余計なダメージ。あら、兵士気取り、兵士気取りいるじゃん。よっ、無念だ、無念だ、あまりに無念だ。この無念さを伝えられないのがまた無念だ。うわあ、ひょっとして君や姿、私の、え、お化け？え、竜王軍と最後に戦ったメルキドの兵士だったんだ。石の守りを思いついた矢先に魔物にやられてね、それが無念でしかない。ああ、霊ですか。霊でも構わん、うちの町に住まないか。使い方教えよ。石垣とトゲ、トゲワラで私の足元にある石の守りを完成させてくれ。石垣とトゲワラ、石垣3個、トゲワラを2個。はい、あれ、いや、あ、やば、倉庫に行ったんで、あ、出せるんだね、出せちゃうんだね。島を、松明はいる、これいらない。石罠、石罠じゃない、トゲ罠と石垣、よし。オッケー、これをまずこう、1、あ、下か、よいしょ。あ、食らってるよ。おーよー、マジでめっちゃ強えじゃんこれ。はいはい、これで魔物たちを、うん、さあ、あの3匹の魔物を誘い出し、私の隣に、はい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 、おーいおいおい、はい、逃げてった、また来た。
自分は食らわないんだ。最強じゃんこれ。うまくいったな。どうだい、魔物が硬い壁に引っかかっているうちに棘罠でダメージを与え倒すっていう仕掛けさ。素晴らしい。お城は誰のお城かって、この建物はお城というより人々が魔物から身を守るシェルターだったんだ。うん、メルキドを破壊された人々は最後の砦としてなんとかこの城塞を守り、中に閉じこもって魔物たちの攻撃から、逃れようとしたんだ。だけどやがてこのシェルターの中にもとある魔物が現れて、随分陰気臭く話をしてしまったね。もし石の守りの設計図が、まだないなら城にいるロロニア様に聞いてみてくれ。死人の私に付き合ってくれて嬉しかったよ。あ、消えた。消えちゃった。これ持って帰れないかな。持って帰る？これ持って帰っていいかな？けどなんかまたここでボス戦とかある？いや、ないな。ないないない。持って帰ろう。持って帰る持って帰る。回収回収。全部回収よし。おし回収。で、中にいる人に話せって言ってたね。けど中入っていいのかな。やばくないかこれ。ん？ん？読む？読む。何か書いてある。今日もまた人がいなくなった。どうしてだろう、この城塞の中には魔物はいないはずなのに。今日の夜、大人たちから呼び出しを受けた。僕に何の用があるんだろう。何怖い。何それ。お、びっくりした。もう、こんにちは。うん、メルキドの町長、ロロニア、俗に言う亡霊というやつだ。はあ。あのメルキド6に書かれたビルダーと申す。してビルダーよ、この滅びた城塞に何の用だ。人間が自らで自らを滅ぼした嘆きと悲しみがあるだけだ。石の守りについて調べたいと。それは何故に町を作る。そなたは何故に物を作るのだ。うん、エテコ、少し我が輩に付き合ってくれ。そなたに見せたいものがある。この城塞の屋上で待っておる。土や石で足場を作り登ってくるがよい。はい、座る。持って帰ろう。持って帰ろう。ぶっ壊してるだけだよね、これほんと。これ柱はダメか。え、なにこれ、また読むって。ガンダムという冒険家から書いていた本を取り上げてやった。あいつが書く文字は俺たちでは読めなかったが、あの男、俺たちの悪口を書いていたに決まっている。こんなことならあの男逃がすんじゃなかったな。ガンダム。とりあえず上まで来いって言ってたね。暗いな。見えねえ。あー落ちる。暗くて見えんぞ。
向こう渡れるかな。ジャンプ届く？ここ届くな。届く。よし。ブロック置いていくか。よっ。ブロックブロック。なんかある？くれー！こっちでいいのかな？怖っ！これ落ちるで、これあんまりはしゃいでたら。あ、屋上ついてるじゃん。よっ、ついた、ついたよ。ん？いなくね？あ、え？え？え？今際どい判定があったぞ今。あ、開けた開けた。これでやっと見やすくなる。おー、宝宝。あ、いた。その前に宝。よくそこまで来た若きビルダーよ。この屋上から、景色をそなたに見せたかったのだ。見るがよ、この空はどこまでも続く暗き雲に覆われた世界を。かつてこの世界は確かに暗い。うん、確かに暗い。近くない？近くちょ、顔めり込んじゃってんだけど、ちょっと離れてくれん？ちょっと素晴らしく美しかった。人々は美しい大地に美しい街を作り生きていた。しかし今やその全ては破壊され、人々は滅びを待つ無力な存在になってしまった。エデコよ、そなたがビルダーであるなら空の闇を晴らし、美しい世界を復活させてくれ。お前が使命や役割なるものを急に押し付けられて戸惑う気持ちはわかる。だがな、目の前の友が困っていたらお前にそれを助ける力があったらどうだ。世界の復活や救済など考えずとも良い。ただ自分の自らの前のものを救うのだ。お前はただそれを積み上げれば良い。そう、そなたが積み上げるブロックのように。すまん、我ながらうまいことを言った気になってしまった。さあ、エテコ、この宝箱を開けるのだ。ここにお前の求めるものがあるであろう。さらばだ若きビルだよ。そなたが作る新しい世界の誕生を待っておる。いなくなっちゃった。これは設計図だよね。閉じちゃった。閉じた、あ、閉じた。石の守りのやつ。一回閉じとくとかある、できるんだね、これ。開いて閉じとくみたいな。開けとこう。なぜか閉じとく。これでもう戻っていいのかな。染料探したかったんだけどな。これジャンプできるかな。ジャーンプ !44!44 食らってしまった。やばい、調子乗った。あ、これ1階かも。高いように見えてそんな高くなかったね、上。染料はどこにあるんだ。あ、柿。初めての薬の
は、薬草。お、薬草だ。森のサラダ。ちょっと空腹があれだな。このままじゃ使えないんだ、薬の葉は。クラフトしてあれだね、薬草にしなきゃいけないわけね。うーわ、危ね。どこ行くの。避けろ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 。危ねえ。ダメだ、一回帰るか。ちょ、染料探し出せなかったのがちょっと悔やまれるな。どこで手に入れたっけな。マップどうなってる。ここ城だよな。あー、キメラいる。無理だ無理だ。あ、小麦パン、小麦いっぱいいっぱいも取って帰ろう。よし、小麦だけでも取って帰ろう。あ、やばい。ちょっと早いんだよな、こいつ。この野郎、来いよ。よし、ベースから出ないかな。赤い油だけだよな、こいつが出んのは。ワープ。よし、とりあえず2つこなしたからね。うん、ビリンのお願いを一番最初に聞いてやりたかったのにな。ビリン、もうちょっとだけ待ってね。すぐ女部屋作るからね。ごめんな。うん、やつは回転して攻撃を、繰り出してきたのか。それならまずはこう、あ、あのサソリね、サソリ。しばらく溜めて、話す。ああ。これは新しい攻撃の仕方だ。ほら、君をやってみて。まあ、よくあるやつだよね。うん。よくあるやつ。うん。新しい技を覚えられたね。ひょっとするとこの技は、ソザ爪も、にも役立つかもしれない。いいか、攻撃を溜めて話すんだ。そうすれば、新しい技が使えるぞ。うん。はい。傷薬5個、これは嬉しい。ありがとう。溜めて。あー、違う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 。溜めて。は、あ、ジャンプしたら解除されるんだね。溜めて離す。いいね。よ、おっさん何、おっさん何じゃない。行ってきたよ。うん、はい、どうぞ。ところで、てこ、お主、どことなく顔つきが変わりはせぬか。たくましくなったというか、何かが吹っ切れた感じがするというか。いや、気のせいだな。お主の丸受けな顔は以前と変わらん。処すぞ。エテコ、石の守りの手がかりは、共に解読しておこうぞ。うん。頼む。石材。石の剣を手入れ、ひれびた。石のテーブル。石の椅子。かがり火。炉と金床。石の階段。止まんねえな、石の作業台。またおっさんからびっくりマークが出てるな。ちょっと一旦作れるものをちょっと確認します。
ロはね、作らなきゃね、まずいよね、早く。ロとカナドコ。誰がいる？あ、石材がちょっと足りんか。石材ね。石の剣作っちゃう。石材が足りねえちっていうのを石の剣作っちゃうやつね。あとは、石のテーブルとかちょっとまだだな。先、ロと金床。傷薬を最大。薬草を最大。で、そう。違う違う違う。すぐ使おうとする。装備。そうだ、盾さっきあったのに装備してなかった。作ったんだった。外す装備。これ外す。装備。捨てる！うわー、剣かっけー！あ、まあ、またすぐ帰ろうとする。いいね、いいね。よし。よし、じゃあ一回区切ってね。うん、次こそは、ビリンちゃんのね、お願いの女部屋をね、うん、女のお部屋を作ろうと思います。エテとビリンちゃん二人のね、お部屋をね、作ろうね。うん。よし。マジ、このおっさんマジで。マジで早めに、こいつの部屋めっちゃちっちゃいの作ってやろうかな、ほんと。これがほんと邪魔だもん、これもう。どけたいわー。それか、ここで区切っちゃうか、もう。区切って、で、ここを二人の部屋にするみたいな。そういう感じにしようか。はい！そういう感じにしまーす。はい、では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。